あら、もう潮様に会ったの？珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから、きっと機嫌が良かったんでしょ。あの態度で機嫌がいいのか？そうよ、仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間、貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。お上は物知りだな。お上じゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って将様のご機嫌を取ればいいわ。機嫌を？あのご褒野者が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は将様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ？あまりミスが出ない料理だな。